ザ・五十回転のロックンロールやるぞ。はい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 、っていうわけでまた出てきましたよ、はい、50回転ずがアドスさんのお力を借りて、はい、名盤、俺たちが初めて体験する名盤を、はい、カメラの前で聞いていくと、ね、まあありがたい企画で ね、 ね、前回、はい、覚えてます？ボーントゥーランの A 面、はい、どどん、非常に良かった、感動的だったね、泣いたね、もう言う、泣いた、泣いた、泣いてる。ちょっとどう、あの、あえて、もうケチをつけるとこないけど、はい、あえてロックバンドが彼に言いたいことがあるとすれば、はい、もう全曲ドラマチックすぎる、すぎる、もうちょっとあの捨て曲とか作ってくれアルバムなんやから、むちゃくちゃ言うな君、うん、とか思ったぐらい捨て曲なしやね、A 面4曲完全に狙いに来てる感じの、うん、そのね、うん、狙いすましたプロクオリティの、サウンドプロダクション、はい、してやられましたわ、やられたね、もう1曲目からもう鳥肌 で、うん、で歌詞が英語でまだ助かったっていう、ね、これがあの英語が僕ね、あのスッと入ってくるタッチだったらもう泣いてたと、やばかったねぐらいの感じでしたが、さあ B 見てみましょうか、いきますか、はい、早速、あ、そうだ、表題曲から始まるんですね、そうです、そうです、これやばいぞ、ボーントゥーランね、うん、気になるね、歌詞もさっきね、はい、あの言ってたけど、真剣にこう自分の最大限努力して歌詞聴こうとしたら多分うっすら分かるぐらい分かりやすい歌詞で書いてくれてるよね、うん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 、行ってみますか、おい、さあ回転を安定させつつですね、溝チェックにまずは行かせていただきましょうか、今回忘れてたからね、聞きたくて聞きたくて、ね、まあ1曲目、音圧高めで、そうですね、ケツまでしっかり同じサウンドの音量感は保つと、気になるのは3曲目なんですよ、落とし曲かな、落とし曲で盛り上がって落とし、盛り上がって落とし、ね、でこれ4番まであります、はい、まず1曲目いくよ、早速表題曲いくよ、いきましょう、はい、レッツゴー、あ、これかドラマチックや、もうこれかあーあー、これブルース・スプリングスティーンやろ、これ、うん、これがブルースやね、うん、これは知ってるわ、さすがに、これか、おー、こういう感じか、なるほどなるほど、表題曲来た、うん、歌詞読まして、ええ、これ浜松の歌詞かなと思ったのほんまに、マッチョな歌詞ですよ、ね、マッチョね、だいぶ、うん、このトレモノがかったねリフもいいね、うわ、そやね、うん、こういうことするやろ、そういうことやね、そうやな、こういうことするやろ来るのよこいつから、こういうことすんねんめっちゃイメージ通りのスプリングスティーン、ドヤ顔でね、もう豪華な歌手には絶対出てくるからね、うん、
お、こんな展開あるんや。ねえ、締めろ。はい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 。うん。なるほどね。どんなおかず？なんや？こんな展開あったんや。過剰。知らんかった。そんな入り方？カウントするそんな入り方でもこのカウント、ええ、絶対盛り上がるで。盛り上がる。ライブガーやで。今のはずるいな素晴らしいな。あそこだけもう一回聞きたいいいね。うん。やっぱりね、うん、盛り上げ方を知っとるな、うん、この男は。ねえ。ようやってはんのかな。もうなんか、うん、全部入れやな。そうなんよ。スプリングスティーン。なんか満満全席がだから十何曲、十、うん、曲。これアルバム単位で聞くとちょっと。ちょっとハイカロリーな感じもするけどね全部シングルやね、うん、そうね、うん、シングルでしかも B 面でちょっと抜き曲というか、うん、あってもいいぐらいの全曲も、うん、はい B 面に2曲目、はい、シーザーワン、シーザーワン、彼女でなけりゃ、リバーブがやっぱ物言うね。そうね大事な要素やねこれ。あこれちょっとショートディレイみたいなのも入ってるしね、うん、どんな歌詞？もうそのまま可愛いあの子に歌ってる、うん、うん、来るぞ。なんかボブ・ディラン感じたって言ったけど歌詞の内容は全然めちゃめちゃマッチョっていうか、そうやね、男の子や。でも70年代のサウンドとしこんなんか、なんかもっとやっぱ70年代後半の感じすんねんけどね、80年代とか、うんうん、そうだね。これもでもほんまライブで盛り上がるところ容易に想像できるな、
これはね、盛り上がるよ。やっぱりサックスソロが来ると急に、うん、贅沢な感じになるよね、うん、やっぱサックスとリバーブやな。清志郎さんもサックスソロいっぱいあるけど、うん、こういうのともまた違うね。ちょっと違うね。なんて言うんやろな。なんて言うんやろな。なんて言うんやろこの感じ。で楽器の要素として来るんよね。うん、これだってまあいわばニューオリンズ敵といえば敵、まあ、広く言えば。でも それがために出てきたフレーズでも楽器でもないと思うんだよね。あくまでもこうソロするためにグッとこう曲のために配置した楽器って感じですね。ピアノもこれもだいぶ南部っぽいピアノ入ってっけどそうだね。ドクタージョンかな、うん、入ってないか、うんうん、終わり方もね、うん、いかにもそういうアメリカン音楽の感じやね。3曲目、うん、3曲目ミーティングアクロスザリバー。なんて？ミーティングアクロスザリバー。ああ、なるほど。川向こうでの会見。会見でいいの？ミーティングって。硬いな言い方。No. うん、男らしい。歌詞が。ちょっと。うん、ちょっと見てたけど。ちょっと面白い。いいっすね。この男らしさ好きな人もめちゃくちゃおると思うんやけど、うん、苦手な人同じぐらいおるんちゃうかなそれやりすぎてる、うん、女性ファンはなんかすごいチアリーダーみたいな人こういうの好きなかもよ、うん、あ小ざっぱりした。いやでも当時どういうそこやな。当時の感じが良かったな。いやでもさ、アメリカだけでも6400万枚売れてんのよ。6400万枚やもんね、うん、アメリカで。これでもトータルやろ、これで、うん、このアルバムじゃなくて、まあ、そうそう、うん、当時って言うけど、トータル1億。えっ、あ、え、違うでしょ、これそれ、あの、あ、彼がでしょ、うん、彼の作品全然全て。そうそうそうやね、だからこれだけじゃね、うん、まあ、にしてもさ、そんだけ売れてるってもうどんな人が聴いてるってみんな聴いてるような感じなんじゃない？友達みたいな。ちょっとひねくれたやつとかは聴いてないとかあるかもしれない。ラモンズを聴くとかね。うん、ということは多くのアメリカの人は共感する内容なんじゃないの？うん、まあ、すごいアメリカの若い人とか。多くができる。俺たちから見てもすごいアメリカ的だしね。うんうんうん、歌詞にしても。サウンドも。ロイ・オービソンのような歌唱っていうのがどう聞いても伝わってこんねんけどねロイ・オービソン集がゼロなんやけど僕の中では、うんうん、そうやな、うん、でもいいアルバムだ。当たった？ちょっとリラックスした一曲やったね、うん、川向こうでの会見。うわー、もうラスト？もう最後ですね、うん、ジャングルランド9分35秒。おお、これもドラマチックやで多分、うん、
めっちゃリフレインするんやろうな。でも日本の歌謡曲で、うん、例えば1975年の歌謡曲ってこんな音せんよね。そうやな、うん、もっとあってやっぱ音ええな、うんうん、何が仕事してんねやろな。リバーブの仕事は大きいと思うけどね、うん、でっかいね。絶対A曲やん。トム・ベイツ感もちょっとあるな、うん、情景の描き方とかね、うんうん、ぐわっバカバーンと思った通りや。もうまんまともうはめられてしもたわ。来てほしいように来る。来てほしいように来る。これがポップスやね。うん、でもそれぐらい多分この人が与えた影響でかいんだよね。あ、この人から始まったものに僕らも遠からず影響を受けてると、うんうん、なるほどな。いいね、うん、タムの鳴り方よ。だってバンドやったらギターもっと出すもんここで、うん、絶対そうやね。ギターソロでこの音量やからな。このソロ、まあ、初めて聞いたけど聞いたことある。ハモってる。うわでもミックスもすごいね、うん、これでもこのサウンドを参考にしたエンジニア結構多いんちゃうかな。そう多いと思う。75年にこの音やろ。日本人なんか特にな。ベースの位置とかすごいね。うん、おこんなに出してええんや。そうやな、ベース用意というの。ちょっと見してな。うん、ええ、どうぞどうぞ。おお。聞いたことある展開になってきた。うん、でこの辺に浜翔さん感じるよね。うん、感じる感じる。
やっぱし。ポップだ。あれこのまま終わっていく、もしかして。あ、そういうパターン。で、いっぺん落とすんよ、俺。一回落とすんか。でもね、最後上がってこんと思うよね、最後上がってんな。ちょっとだけ上がって終わりやから、ここ今みたいな上がり方せんと思うよな。あ、そうなんよな、ストリングスも入れるしな、うん、オルガンも入るし、ピアノ、オルガン、ストリングス、ホーン、エレキギター、エレキベース、ドラム、これ A 面の1曲目こんなんやったっけ。ちゃうか、よ違うか。こんなに普通に、こんなにハープが絡んでくる感じじゃなかった。 A 面1曲目ちゃうか。ハープからは入ってたけど、前回のことやったか忘れた。1週間前やからな。超落ちサビ、あと落ち展開。ベッドルームランこれや、ここか。トネズアップタウン、これや、うん、帰ってきた。来るわ。来るわこれ。パーン。来るぞこれ。パーン。一遍落ちます。こんなの来ます。言っときます。初めて聞くんですよね。溝評論家やから。溝。もう来るよ、来るよ、来た。いや、このまま終わるな。なあ、もう終わるな。意外やったわ、うん、もう1点う行きそうやった。これ多分90年代とかやったらドーンっていうふうに、もう一回80年代テーマで終わる。あ、やっぱ75年のこれが節度っていうもんだよね、うん、いやーよかった、面白かったね。いいアルバムで、しかも面白かった、うんうん、ポップスとしてなんか勉強にもなったしね、うん、そうポップス。いやーなんてなタイトル言ったな。言うてるだけやな。よかったね。やっぱりで僕はね、あの
最後、後半に差し掛かって思ったのは、まあ、A も B も聞いてきて、はい、このちょっとうがった言い方をすると、はい、ドラマチックやでって言うてる曲やん、はい、全部、うん、でマイナーコードの使い方もすごくたっぷり使って、うん、叙情的な演出に、うん、まあ、かなりこう力を入れた曲が多いやん、うん、あんなアメリカの人結構ウケるんやね。そうやね、俺それが意外やった、うん、もっともっとカラッとした感じかと思ってて、うん、でもなんか男臭さはあるやん、歌な、うん、歌詞な、うん、声、歌詞、声、ルックス、うんうん、そういうのは受けたんじゃないかな、スケールのデカさだと思うねんね。だってスケールの、まあ、ミックスとかももうだってもう限界ですよぐらいのスケールやもんな、うん、これじゃ無理みたいな。いやーよかった。でも本当、ちょっとね、あの認識が間違ってたかといえば間違ってなかった。全く間違ってなかった、うん、ブルース・スプリングスティーンってこんなんだよねっていう、うんうん、僕らがあのうっすら抱いてたイメージの通りでした、うんうん、ただ、うん、悔しいけどよかった、よかった、うん、まんまとまんまとはめられた、ね、そうね、はめられた、よさにはめられた、ようできとるな、ようできとる、肩にはめられた俺ら、うん、悔しい、もっと、ね、あのうがったあのこと言いたいが、ねうん、よかった、よかったね、ただただ良かった、うん、こんなになんていうの、自分で受け取りに行かんでもええ音楽、うん、迎えに来てくれるから全部全部あの何でも爪の先から頭の上まで全部ケアしてくれる曲、うんね、うん、もう身を任せるだけで全部説明してくれる、うん、もうなんかこの良さってあるね。わかるわかる、なんていうか、あそこってひょっとしてこうなのかな、あの歌詞ってひょっとしてこうなのかな、じゃない、じゃない、うん、こうやねん、どうぞドーンドーン、そして身を任せてドーン、これやーみたいな、わかるわかる、そうそう、そういうね、音楽ってね、どんな楽しみ方もあるんやね、うん、やっぱし迎えに行ったりもするし、そうそう、うん、来てもらったりもするし、迎えに来てくれたりもすると、どっちも楽しいね、そうそう、そういう良さはやっぱ改めてポップスの最高峰の作品にはやっぱ思うね、思った思った、こういうことなんや、大広い人に伝えるためのミックス、歌詞、その他諸々のサウンド、デザイン、歌詞、いやいや、なんかこう放題、うん、含む全て、うん、だって英語だって簡単な英詞で作ってて、うん、でも和訳を見ただけでグッとくるという、うん、一切分からん部分ないもんね、うん、全部分かる、あ、ロックやなって分かる、革ジャンでさ、テレキャスターでロックやなって、肩組んでるの、肩組んでる、肩組んでるんじゃないか、あ、一緒に映ってるだけか、そうやな、うん、ドヤ顔のサックスとの、うん、やっぱサックスでまたね、うん、もうさっきも言いましたけどね、うん、全部ギターソロとかちゃいます、ちゃいますよ、ギターのソロ行ったらサックスのソロやって、うん、ピアノもソロ弾いて、うん、まあ嫌な言い方すると飽きさせない、うん、でしかもね、飽きさせ、あ、今飽きさせられてないなっていうことすら気づかない、うん、そうやね、ごくごく自然に、うんうん、いい仕事してます、ね、俺たちがね、80年代90年代っていう時代を過ごしてきたから感じることかもしれないよ、そういう風に感じ取れるのかもしれない、まあね、まあね、うん、それはある、うん、このアルバムの影響かは分からないけど、そういう音がね、溢れてたからね、うん、で逆に言うと、例えば50年代60年代に青春を迎えてた人が、うん、75年にこれを聞いてどう思ったかな、うん、と思うと、うん、斬新に聞こえたかもしれないし、し、うん、逆のパターンでドラマチックやな俺たちの若い頃のエルヴィスはなあ言うて、過剰、もうこんなに何でもかんで もう全部ケアしてくれるような曲じゃなかったで、自分で感じに行くタイプの曲やったけどなあ言うて、飲み屋で騒いでるおっさんとかおるかもしれない、かもしれない、ね、いやでも勉強だったな、楽しいこの企画、うん、でもうほんまにね、さっきもカメラ回ってないところで喋ってましたけど、はい、外袋なしで今このレコードを新品で買うて持って帰りたい、恥ずかしどー、こうやって持って帰りたい、こうやって、うん、ドヤ顔で、ほんで
みんなに言われたい、うん、今さって言われたい。今やねんって帰りたい、うん、いつでもええけどね、うん、でほんまにそんええー、レコードやのに、うん、多分安い、安いやろな、うん、で多分どこにでもあるあるな。だから探せば買えるレコードでこんなに名盤、うん、あるんやろうね、どこにでも2000万枚探します。本当にだから浜翔さん、拓郎さん、はいはいはい、やっぱり引き合いに出したらまずいんやと思うけど、まずかろうな僕は感じたね。いや感じざるを得ないね、これは時代のものもあるやろうし、うん、なんかやっぱ日本にもそれだけね、あの彼の影響もあったやろし、その奥のボブ・ディランとか、うんうん、ウディ・ガスリーもひょっとしたらね、うん、彼のルーツにあるやろし、うん、じゃあその奥に僕はこっからはチャック・ベリーは感じんかったけどそうチャック・ベリーもあるやろし、うん、ゲイリー・ US ・ボンズもあるやろし、うん、ため息の出る回でした今日、よかった、本当に勉強になりました、はい、アトさんありがとうございます。本当もう3人で3枚探します、ね、というわけで、はい、初めての名盤体験、はい、今回は、うん、明日なき暴走ボントゥーランブルース・スプリングスティーンの、はい、LP を AB 聞いてまいりました、はい、皆さんもね、僕らが多分フォロー全くできてない情報とか、あると思うんで、コメント欄にね、いろいろ教えてくださいよ。なぞてもええんで、ね、よろしくお願いいたします、ね、というわけでお送りしましたのは50回転でした。チャンネル登録お願いします。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。 DVD で人気の映像が100本以上見放題、アトスギターレッスン。今日からあなたもギタリスト。